今回のこの講習会のタイトルは勝利から得たメンバー選考の実践値ということで、勝利のためのってつけてもらわなかったのはありがたかったかなと思ってます。これやれば勝てるっていうのはもちろんないですし、皆さん現場に立たれている方も見えると思いますし、現場から退かれた方、またこれから指導者として現場に立ちたい、いろんな方が見えると思いますが、私自身も本当に学んでいる最中だという強い気持ちがありますし、でピッチの外でやっとこれが本当は本業で、ここの部分で全く私は給料をもらってないんですよね。給料をもらっているのは教育者と研究者っていう部分で、授業をやって学生の論文を指導して、で研究者として論文を執筆して、もちろんそのためデータ収集して、改めて大学の教員って本当に時間的な余裕はないなと思ってます。私からすると J リーグのスタッフよりもよっぽど大学の先生、高校の先生、中学校の先生の方が時間的な余裕はないですし、本当に短い時間の中で効率的により良いものっていうことでいうと、圧倒的に皆さん本当に大変なことされてるんだろうなと思います。実際練習時間は75分を超えることの方がほぼ今ないような状態です。でボールをもちろんいつも使っているような内容にしてますし、何より大事にしているのは常に緊張感を持たせてピッチに立たせるっていうことをやってます。でさっきのサッカーっていうスポーツはどんなスポーツだって考えた時に、あらゆるシチュエーションが起こりうるスポーツなんだから、その日の1回の練習を目つぶっててもできるような内容にするなんてのはもったいないなというところです。